昭和34年、5000人以上の死者・行方不明者を出し、列島を恐怖のどん底に陥れた伊勢湾台風。この頃から自衛隊では災害派遣で本領を発揮していた。雲仙普賢岳の噴火活動も3年目を迎えましたけれども、残念ながら収束の兆しすら見せておりません。それどころか噴火活動の及ぼす脅威というものは、その種類も規模も多様化し、そして拡大しているというのが現状だろうというふうに認識しております。我々としては県民の皆さんから寄せられておる期待というものに応えるべく、最後まで任務を果たしていきたいというふうに思っております。平成5年7月12日22時17分、北海道南西沖の深さ34km を震源とするマグニチュード 7.8 の地震が発生。地震直後の大津波及び火災の被害で奥尻島は壊滅的被害を受けた。地震発生と同時に同島に所在する航空自衛隊レーダーサイトの隊員が救援活動を開始。 RF4E 偵察機 MU2J 救難機が偵察飛行をし、また海上自衛隊の対潜哨戒機 P3C が情報収集、被災状況の把握に努めた。大港から護衛艦、救援物資、医療品などを搭載した輸送艦が出航。明け方には16人のレンジャー隊員を先陣に陸上自衛隊第11師団が続々と上陸、直ちに行方不明者の捜索に当たった。津波に飲まれた行方不明者の海中捜索のため海上自衛隊掃海部隊も出動。本土から離れ、また島内の道路に被害を受けたこの地では、それぞれのヘリコプター部隊が活躍。陸海空連携を取り、迅速に離島救援を行った。戦後最大級といわれた大型の台風第13号は9月3日瞬間最大風速55メートルを超す暴風を伴って鹿児島県に上陸。大規模な土砂崩れなどで生き埋め事故が多発、死者行方不明48名という甚大なる災害となった。台風戦争みたいですね。陸上自衛隊第12普通科連隊を中心に行方不明者の捜索、救助や給水支援に全力を挙げた。夜を徹して必死に作業する自衛官に対し、地元の住民はいざという時はやはり自衛隊だけが泥まみれになって助けに来てくれると感謝の気持ちを述べていた。最後でいっぱい。
優しくてタフでいつも平和のために汗を流している。私の父は自衛官です。 Peace People Japan。 好きです、平和を愛する人。国民的アイドルのフーミンのお父さんが自衛官だったなんて、なんだか親近感を覚えますね。自衛隊ってすごく誤解されることが多いんですが、近頃はマスコミにもいろいろ取り上げられて、状況が少し変わったように思います。自衛隊の中に体育学校っていうのがあるんですけど、はいはい、そこで射撃をやってるんですけど、までありですか？ありありです。自衛隊は遠くにいて何かをしている誰かではありません。え？これって防衛庁の広報誌セキュリタリアンのキャッチコピーなんですよ。あは、新聞でも話題になっていました。そうなんです。創刊から2年目に入って評判も上々。一般の方々にも素顔の自衛隊、本当の安全保障問題を知るためにぜひ読んでいただきたいですね。ここでお知らせです。海上自衛隊鹿屋基地に資料館がニューオープン。鹿児島へお越しの際はお立ち寄りください。平成5年の正月を灼熱の異国で迎えた自衛官がいた。カンボディアに派遣された第一次施設大隊および停戦監視要員の隊員である。1月には宿営地がほぼ完成。特に診療所はアンタックでも指折りの設備となった。こうして4月に訪れる二次隊の受け入れ体制は整った。まだ肌寒い千歳から第二次施設大隊は灼熱のカンボディアに向けて出発した。緊迫した状況下での任務とあり、残される家族、出発する隊員の心中は平静ではない。その頃、22年ぶりの総選挙を間近に控え、カンボディア全土が異様な熱気に包まれていた。国民は平和を渇望しているのだ。しかしポルポト派は選挙不参加を表明。武力行使を匂わせ、緊張感が一気に高まった。そうした中、アンタック関係者の日本人が相次ぎ襲撃され殺害されるという事態が発生した。
二次隊では襲撃に対応するための訓練を繰り返し、小銃の携行、防弾チョッキの着用など不測の事態に備えた。停戦監視要員は武装解除と選挙の協力を求め、ポルポト派の支配地域に入ることもある。緊張の極限の中での作業だ。選挙期間中は道路工事などを一時中断し、全面的に選挙支援を行うことが決定。選挙監視員は宿営地に宿泊。二次隊では情報交換や飲料水、食料輸送などのための投票所への立ち寄り等、できる限りの支援をした。国連の威信とカンボディアの未来がかかった総選挙は約 90% という驚異的な投票率をもってその幕を閉じた。中央から風が、自衛隊の機械力は道路を鳴らす。しかしそれ以上に隊員の温かい心、仕事への真摯な取り組み方はカンボディアの人々の心に何かを気づいたに違いない。カンボディア PKO でも海上自衛隊は荒波をかいくぐり輸送などの支援を行い、航空自衛隊は国外への長距離飛行にもかかわらず大きなトラブルもなく定期便を飛ばし続けた。そしてもう一つの PKO 活動である国連モザンビーク活動オヌモズでは、陸海空の各隊員が一つの部隊として任務についている。日本からおよそ1万2000キロ、アフリカ、モザンビーク。社会主義政権と反政府ゲリラとの間で16年にも及ぶ激しい内戦が繰り広げられた国である。この内戦は東西両陣営の代理戦争でもあった。冷戦の終結に伴いモザンビークは和平へと向かい、国連モザンビーク活動が展開することになった。モザンビークでは2つの派閥の平和を望む意思が非常に強いことから、平和が成立すると思います。我が国は輸送調整部門に48名、司令部に5名の要員を派遣している。輸送調整部隊は主に空港でオヌモズの活動に関わる人員や物資の到着を待ち、リストとの照合などの作業を実施。国外からのものなどは通関の調整もする。オヌモズの生命線に関わる重要な業務である。言葉も思うように伝わらないこともある。規制を無視しゴリ押ししてくるオヌモズ関係者もいる。早朝から時には夜中まで続く作業、精神的にも体力的にも我が国を代表する精鋭とはいえハードな毎日である。
しかし隊員たちの士気はすこぶる高い。彼らの仕事ぶりは実に素晴らしいものでした。これは我々が最初に到着した時とは全く違う状況です。当時は日本の部隊がいないので他の部隊の中から士官を集めて臨時に対応しましたが、これらの士官は日本人の力量には及びもしませんでした。日本の輸送調整部隊は非常に小規模ではありますが、我々にはとても貴重な存在なのです。これは日本のテレビに向かっているから言うわけではありません。特別代表も言ってますが、彼らは非常に優秀な兵士で、ここモザンビークでの仕事は実に見事な素晴らしいものでした。各国要員とともに司令部でデスクワークを中心に働く隊員たちもいる。ポルトガル軍に全面的な支援を受けているため、毎日の生活そのものが国際交流である。貿易立国である我が国は、世界が平和でなくては繁栄を維持することができない。今日も派遣された隊員たちは、世界の平和と日本のために汗を流しているに違いない。お父さんは、東京それから北海道で会えることを楽しみにしているので、待っててください。